今回はこれからサムライリーグの収録を行います。アルタイルジャパン様にスポンサーになっていただき開催できる運びとなりました。今は難波のジャンスクスタジオに来ております。今から着替えてメイクしてもらいます。その後対局です。どんな感じでされるか。サムライリーグっていう名前なんですけど、はい、男っぽいような感じの、はい、凛々しい感じので、はいはい、お願いします。かしこまりました。はい、ありがとうございます。サンリーグ代表の高田さんです。はい、2連覇目指して頑張ります。京都のマーチャオエースから山岡さんです。マーチャオ京都で一番強いと噂を聞いております。マーチャオエースのレベルの高さを証明すべく頑張ります。マージャン小町からは堂前店長です。よろしくお願いします。メイク前でこれからやってもらうところです。サイコロマージャン研究所からは斉さんです。本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。マージャン桜からはまっちゃんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ただいまより第2回サムライリーグを開催します。アルタイルジャパン様にスポンサーになっていただき開催できる運びとなりました。今回はサムライリーグの関西版です。三人麻雀の本場である関西の雀荘で一番麻雀が強い人を出してほしいと侍たちを私がスカウトしてきました。参加メンバーは小町から堂前のりよしさん、サイコロ麻雀研究所から斉光太郎さん、麻雀オエースから山岡春則さん、麻雀さくらからまっちゃん、ザンリーグ代表の高田正宏さん、そして私、堀内正人です。予選10回戦を行い、上位3名がポイントを半分持ち越して決勝4回戦を行います。1戦目は私のチャンネル、堀内正人、ホリホリ TV で配信し、2戦目以降は3人麻雀競技団体、ザンリーグで配信されます。私たちは全身全霊で麻雀に取り組むことをここに誓います。以上をもちまして、サムライリーグ開幕宣言とさせていただきます。第2回サムライリーグ予選1回戦目の模様をお送りいたします。今回はサンマの本場関西での開催となります。実況に私、三人麻雀競技団体ザンリーグ所属の春です。よろしくお願いします。はい、そして解説にはこのお二人にお越しいただきました。はい、ザンリーグ代表の高田正宏です。今回選手としても出場してますが、僕は2回戦から登場です。ホリホリ TV に移りたくて解説します。はい、よろしくお願いいたします。そして解説のマスターです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、ホリホリ TV での放送ということで緊張しますね。そうですね、そうですね僕もそのホリホリ TV に出るからというか次出番なんで。あ、そっか、選手やもんね、はい、今回は、はい、で僕はもう初対面の方ばかりだったんで、うんうんうん、こう楽屋のピリついた雰囲気、はい、あれいいですね。ピリッとしてました ね、 したね。普段のザンリーグでは考えれないピリッとさでした ね、 ね、普段のザンリーグもべちゃくちゃべちゃくちゃいつ始めんねんぐらいべちゃくちゃべちゃくちゃね、はい、お菓子食べながらね、はい、そうなんですよ、はい、ピリッ緊張した雰囲気で、はい、さらにはね、うちの会長は第1回のチャンピオンということで、あー、そっか、そんなプレッシャーもあるんじゃないですか。これで2回目ですね。はい、はいはい、それでは選手の皆様の準備が整い次第第1回戦目の開始です。はい、始まりましたサムライリーグ予選第1回戦目。トンチャに堀内正人、ナンチャに山岡春則、シャーチャに堂前のりよしの並びでスタートです。トラは9ピンです。始まりましたね。はい、始まりました。堀内さんが初っ端からトンチャスタートということで、うん、楽しみですね。堀内さん前回大会がね、はい、あの惜しくも予選敗退だったので、うんうんうん、今回にかける意気込みはすごいと思うんですよ。そうですね、堀内さん見たいファンの方もねたくさんいらっしゃいますし。はい、シャーチャ堂前の手配です。イーマンがあんこ、堀内さんチュン仕掛け、あ、仕掛けるかなと思ったんですけど、チートイツイーシャンテンですね。そうなんです、はい、チートイツイーシャンテンになったんで仕掛けないかもしれないですね、はい、自敗からの切り出しでおとなしくいってますね。そうですね、はい、あ、ここで、チートイツの方見ましたか。シャーは置いてローピン切り、はい、山岡は赤が3枚の手配です。あ、チュンがもちもちになりました、はい、もちもちになりましたということは、これはチートイツですかね。はい、これはチートイツ決めて正解でしたよね。リアソーが1枚切れですが、残して数ピンと。これはそのまま3ピンを切るか、パスを行きましたね。はい、うん、パスが一番自然な気がします。はい、親番花1枚の手牌ですが、手牌を残してチーピン切り。
あ、ここで、ピンズが、10枚になりましたね。うん、3層イソいっときましょうか。そうですね、はい、先ほど3ピンを置いたなら3層イソと。そうですね、はい、チートイツが転廃すれば即リーチになりますかね。堀内さんは即リーチだと思いますよ、うん、はい。お、赤が増えてきました。なんちゃんの山岡です。おりゃんぴんがあんこ、はい、いいシャンテンですね、はい、大転廃シャーターキですか。はい、狙い通りのシャーターキーですが、外リーチ、シャアは誰も持っていない。え、山さん、はい、山さんの白ポッチあり。山四、これ一発、え、山四あるな、これ。おお、違う、今引いて急走、はい、一発も持ってる。あ、シャア捕まっちゃいました。この手格好なら出そうですが、ドラが9ピンで赤が4枚ですよ。でも、はい、いいシャンテンですね。出るんじゃない。うわ、すごい、出ない、すごい、こういうこと。まあこれが侍ですね。これ、ね、これですね、はい、はい、素晴らしい、うん、こんなにねドラがたくさんあったら、はい、いや別にねシャア切ったって攻められることはないんですけど、ね、追いついた、追いついた。サブロウソウ町で追っかけリーチ、シャアちゃんの堂前です。これいい町じゃないですかね。サブロウソウ、よー、乗った。サブロウソウめちゃくちゃいましたけど、めちゃくちゃいました、はい、ウラウラ、ここにいてました。リズモチートイド、ハナハナウラウラ、うわ、バイマンだ。バイマン2枚のつま上がりから第1回戦目がスタートしました。お、堀内さん親バイのつま上がり1万2000オールです。ウラウラがでかいですね。でかいですね。チップが2枚ずつです。はい、花抜いてウラウラだからね、はい、これまたいい手ですね。めちゃめちゃいいぞ。想像の形が良さそうです。1、1、ドラは9ピン、イペコできてますね。2メンツできてるんかな。あ、イペコじゃない、2メンツできてる、はい、2メンツ頭ですね。リャンメン、リャンシャンテンですね。すぐにもいいシャンテンになりそうなリャンシャンテンですね、はい、はい、シャーちゃんの胴前は赤が3枚。今回もドラ9ピンですね。そうですね、はい、お、リャンメン、リャンメンのいいシャンテンですね、はい、嬉しいローピン引きましたね、はい、チューンとシャーがトイツーなんちゃの山か。スリムに9ピン切りましたね。チーソーはつむぎって両面両面ですね、はい、おカウンソーが入りました。チュンは仕掛けていきますかね。チュンどうですかね、うん、これ見たいですね。ね、はい、私たち初めて見ますから、はい、わかんないです。あ、しかし早くも親の先生リーチ両面はイースピンです。40面こうなるとわかんないですね。これ ね、 ね、はい、こうなると、おお、白ポッチ初めて見た。3枚残りぐらいですかね、イースピン。あら、意外と少ないですね。あ、そんなもんです、はい、イーピンが2枚、おトスピンが1枚。ほんまや、はい、びっくりするな。なんかおってなるね。堀内さんやっぱ今日でもなんか違うな。違う、うん、どういうとこが違うんですか。堀内さんってやっぱ配信対局に出れば毎回勝ってたんですけど、はい、確かに確かに、ここ最近ちょっとね調子悪いというかついてなかったんですけど、うそうですね、なんか蘇ってます。はい、堂前さんいいシャンテンになりました。はい、リャンソーがこういいピンが2枚とスーピンが1枚。お、広くなりましたね、はい、これ積もるようなら堀内無双始まりますよ。始まっちゃうんですか、はい、あれが見たいっていう視聴者の方もねたくさんいらっしゃいますから。そうですね、はい、お、いいペンチピンが入りました。イースピンどうだ。おちゅん泣きましたよ。くっつきのいいシャンテンですね、はい、そうですね、はい、リャンピンローソは通ってないがチュンはポンと、はい、結構攻撃的ですかね。そうですね、はい、キューピンはドラ、ドラね、ちょっとピンズがね重いんですよ、あの場にね。でもこれ何いきます、現物何切るかな。現物ないんですよね。ないですね、はい、現物ないときはまっすぐと言いますね。まっすぐならキューピン、キューピン、はい、ひっつきなので。そうですね、切りまっすぐ、はいはい、勝負どころですね。勝負どころですね、うん、まあ泣いた以上はってことですね。そうですね、はい、気持ちが強いです。はい、まあ、さすが関西の麻雀ですね。確かに確かに、はい、泣いたら降りるなという、ね、よく言われてますよ、はい、確かにサムライリーグ関東でこういうのあんま見なかったんで、うんうんうん、ちょっと関西の、もう一度9ピンですね、はい、あ、よく見れば前に3枚並んでます。本当だ。あ、ここで追いついて完数素なんですけど、これ順からじゃなかったですか。完数素はない、はい、これさ、1ピンのつま上がり、面ピンつも赤花ドラ、赤赤花、うん、はい、羽マンのつま上がり9000オールは1万オールのつま上がりです。
親番が連チャンしてます。もう堀内さんが2人飛ばして、で、もう当確してもらって。2人脱落決めます？これ。堀内さん走ってもらって。なんかすごい自分本位な感じの。そしたら残った3人で2枠を争う。堀内さんにもう行ってもらって。行ってもらって。いや強いですねドラがパーソーで、またいいな、うん、で僕ねこれから一緒に打つんで山岡さんとね堂前さんの打ち方が見たかったんですけど、確かに確かに堀内さんが虐殺してる映像を見てるだけなんで、まあ山岡さんはねあの仕掛けていって、うん、ちょっと垣間見れましたね、うん、プッシュしてる姿などは見れましたね、はい、キレのある攻撃型ですね、はい、対局は日本馬でドラがパーソーです。パーピングアンコになりましたね。ドメさんいいですね。シャーチャーですね。シャーチャーでシャーガットイツ。はい、お、リアンソー入りましたよ。一番嬉しいリアンソーじゃないですか。はい、すごいな。はい、山岡は役配のペーガトイツです。あ、シャーはシャーチャーで。楽ね。そうですね。はい。パンステイシャンテン。イシャンテンですね。カンサンピンとサブローソー。はい、イーピンじゃなくてドラのパーソーから来ましたね。はい。もうこの連チャンを流したいという感じですかね。まあ、ターツ揃ってるんでってことですね。お、これはいい感じですね。うまくいきましたね。両面両面になりました、はい、多分守備意識でねパースを先に切ったと思うんですけど、そうだと思いますね。確かにEPの方が安全度が、はい、おーすごい大正解ですね。これはサブローソー待ちの先輩で、堀さんが浮いているので出ました。はい、内からの出上がりでシャー 4、6ですね。シャー6、シャードラ6、ハネマン日本馬の出上がりです。レンちゃん止めた、うん、守備意識の EP 残しが ね素晴らしかったですね。はい、はい、トン2曲ドラがシャーで山岡の野番です。先ほどね攻めの姿勢を 見せていましたからはい、まあ、ザンルール5万点持ちなんでね、はい、あんだけレンちゃんされてもまだ2万8000点ありますから、うんうん、お花さんだ、はい、お花さん花さん4枚目も残ってますよ。あ、そうですね、はい、一通完成しちゃうかもしれない。ほんまや、うんうん、悪くない。まあまあ三面ちゃんがある手配です。いいピンがあんこで自配がバラバラと。堀内さんは染めるようなタイプではないですかね。染めないね。染めないですね。無理に染めてる堀内さん見たことないな、ね、見ないですね。もちろんねポイント状況追い込まれて、うんうん、そういう手が必要な時は作るんですけども、はい、1回戦なんでね。そうですね、リードもありますし、他のねお二人や選手たちのねそういうところも知りたいですよね。今のところでも全員オーソドックスにこう、うんうん、まっすぐね手を広げていくっていう、中に中にっていう感じですかね。でやっぱ関西の方がこう打ち方として目一杯の人多い気はしますね、うん、そうですね。ここで完全いいシャンテンですね。はい、はい、リャムピンサブローソーと縦もありますね。はい、山岡が一歩リードしてますね。はい、親番です。親番で一上がりしたらね全然わからないですから。はい、結構受け入れが残ってますね。イーストと打ち替えて、うん、まあ、間もなく天敗という雰囲気ですが、赤ウソ2枚とも使えるようになりましたね。そうですね、はい、先ほどまで朝風呂ソが入るとウソが出ていく形でしたが、はい、ちょっと止まりましたね。はい、おだからリャンゾー切りを今考えたのか、うんうん、チューンを持ってリャンソーを切るか、はい、まあ、野蛮なので、はい、目いっぱいですね、はい、はい、堀内さんもいいシャンテンになりましたね、はい、ペンサンピン、サブローピン、想像を伸ばしたいところですね。そうですね、この二度受けの部分がどうなるか。あ、三品が2枚切れに、はい、あんこかぶりました。このペン三品苦しいですね。ローピン入った時堀内さんどうでした？よかった、目いっぱいで。ジャンウピン待ち親番の先制リーチは山岡です。3品自分で2枚も切ってますよ。めっちゃ残ってますね。5枚リャンピン5枚残りとポッチありました。5枚とポッチもありますよ。はい、6枚残り、ポッチ込み6枚。はい、6枚は積もるな。積もる。でそしてちょっと押し返しにくいですかね。はい、14巡目で6枚ある、ね、すごい残ってるね。すごいですね。積もりました。はい、高めで上がりでリチツもドラが
5ですね。プラドラが1枚乗って、はい、羽間1枚のつながり。はい、結果的に3品もウソもあんこになって、ね、そうですね、はい、はい、またもや親の連ちゃんということで、はい、と2曲1本はドラがローピンです。シャアが統一操作の形もいいですね。はい、統一が3つですね。両面1つ。そしてなんちゃどうまいはチュンペイ統一役トンモトイツ、トンモトイツ、これ全部ポンかな、はい、三役統一、はい、4統一、はい、これ関西の選手やから9ピンポンとかどうなんですかね。あ、普段なしなしなのかな。まあ、よくつきそうですけど、9ピンポンからでも。堂前さんは京都の人でしたっけ。堂前さんは小町の方ですね。小町、はい、じゃあ大阪だ、うん、大阪なしなしですよね。そうですね、だいたい皆さん今までなしなしで打たれてるはずですが、堂前さんがチートイツ意識してますか。そうですね、あとマンホンじゃないですか。マンホン、はい、9番残してちょっとマンホン意識してる。あ、そうですね、はい、マンホンチートイとかですかね。そうですね、ザンルールだとマンズの本一が100万になるんで、うん、はい、100万は大きいですよ。自敗が9万を重ねたら一気にこの9ピンはスルーしました、ね、スルーしました、はい、9ピン泣く人の手組みをしてないですね。そうですね、はい、確かにもう少し大振りというか、大川さん、そうちょっと川作ってるのないですか。国士風で、国士風ですね、はい、国士なん、国士風が風でなくなってきましたね。風っていうか国士ですね。国士ってこと、はい、ーオーピンが重なって、はい、オーピンちゃんと両面になりましたね、はい、おーすごい、なんだこれ。あ、どうしよう、チートイツのいいシャンテン、まあ、イーソーか9層切るんじゃないですか。イーソーか9層切って、おーおー行きましたね。国士、はい、国士の方かポンして通位層とか、なるほどなるほど、マンホンかね、マンホン、はい、マンホンと国士の両天秤だ、はい、リチさんが盤石の医者で、はいはい、完全医者で入ってます、はい、あ、これすごいぞ、狙い通りか、狙い通りだ、うわ、これマンホンだ、マンホン医者で、マンホン医者で、まあ何を引いた後に、まあ、変えていけば、ポンですね、あ、ポンか、ポンか、あ、中だ、中なんだ、チートイなんだ、うん、チートイや、だからあれだ、あ、すごい、あ、すごいすごいすごい、あれ泣かないんだ、あ、これでマンホンチートイか、9万2枚目泣かなかったですからね、はい、もうチートイですね、もう2個のテンパイ泣かないといけないんで、そうですね、はい、ペン三品の先生リーチ親番山岡です。あー、疲れました。このペン三品もともと 4枚の子でしたね。あ、ホルさんもテンパイ、これは、はい、追っかけリーチ、追切ってウパソの追っかけリーチ、ウパソが強い、3品でも3枚いますよ、ウパス4枚ですね、うん、はい、3対4、あ3品いました、うん、はい、100万いいシャンテンだから、そうですね、はい、リーチドラドラ裏マンガンの1枚の値上がりです。1本まで13000点。まあこのレベルのメンツだと9万ポンから入った時に次泣けるのかっていうのがあるんで、うんうん、確かに確かに、はい、なのでまあ面前でのね、うん、チートイツのマンホンの方見かけました。そうですね、決まれば大物手でしたね。でも9ピン9ピン面白い一手でしたね。そうですね、チートイツのイシャンテン取らずという形でしたね。はい、ドラが E1 でレンチャンです。ちょっとジャンプが分かりましたね、うん、今確かに確かに、はい、ペンと9ピン、僕のような人間だともうポンってますね、うん、もうあんな9ピン切ってるとこ見たことないですね、はいはい、9ピンポンしてますね、なんだ9ピンポンしてるね、切るどころかポンしてますね多分食ってるね、はい、そう、あ、これ火付きのいいシャンテン、他がちょっと弱いので、遅いのでいい感じですね、はい、ウソとローピンのくっつきでしたね、はい、30以内にはテンパりますかね、うん、まあ何でもよければ、何でもよければ缶中ピンとかでもよければ、ね、はい、そうですね、はい、親番山岡ペイが統一で、はい、こちらが早、お、シャンポンの転売は即リーチです。即リーですね、はい、乱層ウソのシャンポン待ち、まあ、カンチーピンの次に嬉しくないよ、ね、確かにね、まあ、ここに1枚、ここ2枚、ウソだけですね、ウソが2枚残り、はい、乱層は残っておりません、はい、ポッチもありません、はい、高めが2つですか、はい、手代わり待たなかったですね、はい、そうですね、うん、はい、待つタイプの人もいますけどね、はい、うん、そうですね、うんうん、手代わり待つときに4連携なのでいいシャンテン戻す方が良さそうなんですけど、なるほど、それはちょっともったいないかなというのがあります、うんうん、ウソがね、はい、4連携戻しは赤ウソ切りになります、はい、そうですね、はい、
そういった打ち方の方もいるかもしれない、ね、いるかもしれませんね、はい、1個ずれてたら待つかもしれないですね。4-4-5-6-7で4で外すとかの手だったら外すかもしれない、うんうん、そうですね。ローピンとスチーソンのくっつきに戻す、はい、ここで外すぐらいならもう5つもりに行った方が良さそうです、ね、確かに確かに。これでリャンシャンテンですね山岡さん、うん、今はションパイでドラの牌ですね、はい、ちょっと展望確認してますか。親指が展望にかく点数にかかってます、うんうん、まあ、親番なんでね簡単に降りたくはないんでしょうけど、ね、ですけどねローキューピンがねこの状況なので。確かにローピンが1枚、はい、キューピンが3枚いる、はい、両面両面両面でねちょっと遠いですね、うん、ペーペー行きましたね。イーソーのアンカーも入っていて、はい、カンドラが2枚と。そうですね、はい、堀井さんね遠くに流しを見てる感じがあるんですけど、でも場にいっぱい出てるからちょっと無理ですかね。確かにちょっと枚数が今もう少ないようなイメージありますね。はい、あ、ね、関係なかったですね。完全に降りましたね、はい、うん、この6球ピンの部分どうなるか。パーピンジャン島で見るとね貫禄ピン残りとも取れるんで、はい、なのでいい、はい、いいシャンテンですね、はい、いいシャンテンなんで取りましたね、はい。ローピンは実はまだ2枚いますよ。はい、お、これはシャンポンの形ができましたが難しいですね。酸素も筋ですし、はい、1ピンもローピン切り出しで通りそうな感じなんですよ、はい、酸素はローソーの筋ですね。はい、まっすぐ行くローピンというのはちょっとなさそうですね。結構きついですね。ウーパーピンね結構ありそうですね、はい、チーピンは数ピンの筋です。はい、ここで嘘が1枚減って残り山に1枚ですね。お、9ピンか。でも9はねパーピンが出てっちゃうんですよ。なるほどなるほど。捨て牌が相当濃いんでウッパーピンはねちょっと切りづらいのかなっていう。切りづらいですね、はい、はい、から親番とはいえ、はい、ピンズならウッパーピンですもんねもう、うんうん、はい、もちろんまともな両面ならの話ですけど、ね、はい、お、パーピン、あ、これで貼って貫禄ピン、はい、おかけリーチです、はい、あ、リャンソーそうや、そうなんですよ、思い出しました、ね、思い出しましたリャンソーマジで、はい、裏が1枚でリーチドラよ、マンガン1枚の2本場ですね。まあ親先輩だったら宣言牌の1個ぐらいは押しますし、うん、そうですね、はい、数層3枚出ててワンチャンスだったんで、はい、まあ、はい、ドム筋よりはマシかなっていう牌ですよね、うん、そうですね、ちょっと予想外の展開になりましたね。確かに多分本人は3層切ってリーチ打ちたかったと思いますけどね。あ、そうですね、はい、リャンゾー、筋でね、リャンゾーがーって思いながらリーチしたら、はい、で、上がった堂前さん、はい、堂前の親番と3曲ドラがイーマンです。堀内さんはシャガトイツ、山岡さんはナンガトイツ。堂前さんの手はスピードタイプか本一狙うかちょっと 見える手ですね。確かに、はい、まあ、親番やか、あ、これはね両面ができちゃった3層ぐらい引いてほしかったな。確かに確かに、関西の人はね結構ローピンとか残しそうですけど、山岡さんいいシャンテンですね、うん、ペンカンチーソとウッパーピンのいいシャンテン、はい、もう一回チーソ引きたいですね、はい、はい、もう一回引きたい、引けますよ、引けるチーソがありますね、うん、あと3枚います、3枚いる、うん、あ、チーソかと思った、先っちょ尖ってるから、先っちょだけで前が親番でペイをポンするかまた見どころですね。そうですね、うーん、ポンしたいですね、したいな、はい、あ、ポンだな、このペイは、はい、あ、スルーだ、スルーだ、はい、しないんだやっぱりさっきのマンホンチータイのところ見る感じと、あ、そう徹底してます ね、はい、まっすぐならウーソで、やはり親なのでまっすぐ、じゃあ2枚目は泣くっていう構えですよね。そうですね、ウーソ切りはそうですね、はい、面前型ですね、面前型ですね、これ、はい、あのマスターも面前型ですけど、うん、はい、マスター泣きたいって言ってましたね、はい、そうです、あのポン材がたくさんあるので、確かに、うん、確かにそうです、あ、これ本位置いきます、ローピンチーピン、いきそう、これ照射輪のいいシャンテンでもありますが、ローピン切りそう、はい、これ、おー、ね、これ、はい、うん、違う派閥ですね、これ、ね、あれもスルーするんだったらローピン切るんで確かに、まあ、打ち方としてはすごい、あの打点タイプで、うんうん、一貫して、一貫性がある、はい、はい、なるほどですね、すごい研究材料が揃いましたよ、はい、はい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 、堂前さん、はいはい、分かりましたよお、両面両面になりましたが、ヤンパーピンのイーシャンテン2度受けですか、はい、2度受けですね、うん、
このタイプはスワンコーとかになったりするんですよね、はい、そうですね、はい、だからホーラー率はやや低めなんだけど上がった時のリターンがでかいタイプ、ホームランバッタータイプですか、はい、あそうですそうです、ホームランバッタータイプです、逆ですね、はい、もうホームランなんてほぼ出ないです、はい、ちょこんと当てるバッティングね、はい、あどうしますか、はい、いいシャントですね、はい、いいシャント、それで言うと堀内さんも一郎タイプだから、そうですね、はい、テンパイ山岡さんテンパイしますよ、このリアンオープンなかなかいいんじゃないですか、リアンオピン待ち先生リーチ、うん、堂前さんがね明らかに染めてるんでリアンオピンすごく良さっげですね、はい、リアンピン2つぐらいのことですか、はい、ここで捕まりましたがまあ出ないでしょう、いいシャンテンだけどね、じゃあ何を行きますか、シャーシャー行く、シャーシャー、それか行く酸素、酸素ですね、はい、堀内さんってこういうあの後手踏んだ時に粘らずに徹底的に折りますよね、はい、そうですね、はい、うわっスワンコーこれやこれ これやイーソーリャンソーペイ、イーソーリャンソーがここにあってだけですね、ペイワンスルーしたから山にイーソー行かなかった、1枚ずつ、あああうわすげえ、すごい、イーソーリャンソー1枚ずつ、えちょっと謝罪の準備しとこう見えない世界ねえ俺ペイもうポイーンっ てポイーンってポイーン言ってたよ、青みたいな顔で、青みたいな顔でポイーン言ってたいる、イーソリアンソいるよ、イーソリアンソ1枚ずつ、1枚ずつもいるの、はい1枚ずつと、ね、でもリアンピンが4枚、イーソはあれだ1枚出てて1枚切れてる、じゃあ1枚、あリアンゾだけだ、リアンゾだけ、リアンゾ1枚だけだ、リアンゾ1枚でも1枚あればいい、リアンピンは結構いる、でもリアンピンまだいっぱいありましたね、白ポッチャ出てるね、はい1枚1枚引いちゃう、えレアンピンはまだ3個ありましたよ、3対1 3対1だよ、3対1だけど、どう、うん、レアンピン、はい、こういうタイプですね、でもはい、メンピンイーペーコ、メンピンイーペーコ4000点の出上がりです、いやこういうタイプの方がねスター性があるよ、そうよ、うん、配信映えするんだから、いやそうだった見せましたね、もうちょいでホームランみたいなね、うんうん、いやすごい、山に残ってましたからね、うん、はい、いやあれペイ泣かなかったらああなるんだな、ね、はい、ローピンチーピン外して、うん、はい、難入です、有吉のヤバンドラがローピンです、ひょっとして超面前派、超面前派に見えますけど、超面前派、今のところはすごいわ、まあ、予選の回数とかをねそのご自身で考えられてそういうジャンプで行こうっていう作戦とかもあるかもしれません、まあ、5回あるんでね、なんか手を短くしてね補充してとかはちょっと避けたいっちゃ避けないですけど、だから役満上がったらもう決定だみたいな、お、いい貫ロース入っていいシャンテンですね、はい、まあ、どっかで決めるっていうのは大事ではあるんですよね、うんうん、さあチュンポン、はい、親番チュンポンして、はい、ラシャンテン、我らが堀内正人は打率で勝負、あドラーンコのカンパーピンリーチここに2枚と山にかな、山にかな、うん、山にだ、山にですね、山に2枚と白ポッチが1枚、堀内さんまあでも仕掛けてとりあえず自敗は切っていくと思うんですけど、うん、堀内さん仕掛けタイプなんでこういう展開ってよくありますよね、はい、私もよくあります、はい、で僕もよくあるんですけど、うん、多分堀内さん含めてこのタイプの人間はこっからの対応に自信があるからあの形からでもチュンはポンできるので、うん、これでいい形になりました、まあ、うまくこう粘るってことですよね、はい、そうですね、お、いいピョン切っていいシャンテン、堀内さんこれ2、2、4全部ゲームズなんですよね、あパソーだ、パソーもう取ってないけどもうすぐ来ました、ね、そうですね、はい、あ親ですもんね、うん、はい、親でいいシャンテンだから、はい、まっすぐと、お、テンパイ、簡単にテンパイしました、いや、ここにローピンが3つ、ここに1つ、3ピンが1つ、結構いますね、4枚残り、4枚いるんだ、はい、4対2ですね、まあ、ローピンはカンされちゃうけど3ピンがね、うん、残ってます、はい、はい、堂前さんもいいシャンテンですね、どっちが勝つか、サブローピン対カンパーピン、はい、堂前さんパーピン引いたらチャンスですね、はい、9ピン両面になっていいシャンテンが広がるか、はい、ペーポンしますか、そうだ堂前さんだ、うん、どうかな、親が明らかに押してるしリーチも入ってるからね、集まった、積もりました、ドラの方チュンドラさん満貫のつまがり6000オールです、ドラの方じゃなかったらね3000オールか、3000オールでしたね、はい、高め薄いドラの方積もったですね、うん、はい、連チャンでドラが9ピンです、
さあ8万5千、はい、戻ってきましたね。もう一上がりすると10万点超えるんで、橋が多いかな。うん、初が統一の手配です。はい、10万超えるとね、セーフティーリードですよ結構。そうですね、はい、そうですね。バラバラ国士、あ、でも山岡さんだ。赤国士いった。お、あ、そうなんですね。赤1枚もないからかな。お、白昼統一。でも国士の人いるからね、はい、字が重いんです。こんな時に初は堀内さんに統一。あれ結構ある。あ、でもトーンかぶりか、うん、はい、4統一ありますよ、トーンかぶり含めて。チー統一も見えてきましたね。どうだろう、泣くかな。ペンチーソー、旧車ペンチーソー入ってリャンシャンテンですね。さてどうするか。いや、ちょっと泣きづらいな。でもチートイツと国士の両天秤かな、はい、あまりにもちょっとバラバラでしたもんね。はい、残る形も悪かったということで端っこに寄せていっております。ウーピン引きは嬉しい。イーシャンティも仕掛けて、あ、初いかなかったですね、はい。まあ、初ガーサナリは一応見ると、はい、ドーマーさん打点早から大きいんで4ピン。まだ遠いですね。まだ9種ぐらいですね。各初チューンは初チューンがないんですね。はい、メンツができましたが、メンツは不要か。メンツできたとこでね、はい、ちょっとメンツではもうちょっと戻れないですね。おー、でも戻った。チートイツちゃんた、あと受けもあるんじゃないですか。仕掛けも入って、はい、はい、おわいの日だ。天杯数値ピン待ち、めっちゃいいんじゃないですか。馬強丸です。めちゃめちゃいそう、はい、馬強丸です。っていうか全部いてるんじゃないですか。川に切れてる1枚と、堂前さんの1枚と、堀内さんが自分で使ってる1枚のみ。5枚、5枚、5山。あれ、トン・ナン・シャー・トイツ。トン・ナン・シャー、三風やな。三風チートイツのイシャンテンですね。イシャンテンもできましたね、はい、箱と9万いきました、うん、親に通ってます、はい、お、チッピンが回収されましたが、依然あ、積もりましたね、はい、はい、リーチツもドラドラ、裏1枚満貫の一本馬、6000馬7000オールの裏1枚、1枚オールのつまがりです。稼いでますね。裏ドラ結構稼いでますよ、はい、結構チップ引いてますよね。ちょっとずつちょっとずつ、はい、つもつもですんでね、はい、はい、これ大きい。1曲2本馬、うん、フレッツさんのヤバレちゃんです。ドラが2つ、ソーズが、お、赤い赤い。あ、メンツはないですね。あ、花だ。また花。花さん。花さん。はい。これ面ができて、一品からの切り出しです。花は山岡さんだ。あ、本当だ。はい、花4はないと。ザンリーグルールは花4枚で100万祝儀ですね。はい。はい、トンガトイツのシャーチャドーマイ。堀さんめっちゃ高いんですけどね、うん、あ、ここで1個進めましたね、はい、形も良くなってきましたね、うん、高いけど重いですね、はい、でもローソであのかなり軽くなりました、うん、3シャンテンですかね。堂前さん一番手格好はいいです、あ、いいですね。おー、いいワンコ、嬉しい。うわ、これであと1ターツできればちょっと五分五分ぐらいになってきたかな、うん、高いですよ。あー、でもだいぶ堂前さん早いな、はい、いいシャンテンの、ローソーとペーのくっつき、はい、くっつきのいいシャンテン。堂前さんがね、もう1万点しかないということで、あ、別になんか報酬したとかじゃないのにね、うんうん、はい、積もられ積もられて、そうですね、そうですね、はい、お、広くなりました。広くなりましたね。ウーピンとローソンのくっつき、すぐ転廃しそうですね、はい、今岡さんは2着を狙いたいですね、もう、はい、すぐか、あ、すぐ入りましたね、はい、入りました。ウーパースー待ちのピーフの転廃即リーチです。ウーパスをちょっと浮いてますか。浮いてます、思いっきり浮いてます、うん、お、いた、はい、一発でいった、親なんで行きましたね、うん、一発での補充です。メンピン速ドラドラ、裏1枚乗って羽マンの2枚の出上がりです。はい、まあ親番なんでね、うん、羽マンは日本馬1枚寄せてですね、はい、あ、ちょっと笑みが浮かびます。どうだ、いや、初戦飛ぶとね、ちょっとね、確かに、はい、
そうですね、はい、嫌ですよね。何二曲ドラガチューンで山岡の野番です、はい、やっぱり飛びの二条前からっていうと大きいですんでね、うん、あとねお二人は配信にちょっと緊張されてるとかもないんですかね。あ全然そういう雰囲気ないですね。そういえばなんか東京の方がちょっと緊張感、あそうなの、緊張感はどっちもあったんですけど、はい、その緊張はね、はい、ピリッとはしてますよね。ピリッとはどっちもしてるんですけど、うん、うわやべえなんかもう緊張したみたいな、うんうんうん、そういう発言は一切なかったですね。打ってる姿もリラックスした感じですね。そうですね、はい、いつも通り打ててそうに見えますけど、はい、で堀内さんがあのカメラを向けた時とかも普通に喋ってたんで、うん、はいはい、はい、まあ、でも大阪の人ってやっぱ緊張とかしないんだろうね。するよ。そんなことないですよ。するのよ別にみんなしてんのよ。山岡白雅統一は野蛮です。ピンズの本一言ってますね。リアンソチストからの切り出し、そうですね、はい、24,000点とちょっとビハインドがありますが、はい、ピンズに染めていくと白のポンは小山山岡です。あピンズが高いのでペンチピン外しましたね。おなるほど、はい、トーンを1枚置いてペンチピンから払うと、おすごい、トーン重なった、すごいすごい、これすごい手順じゃない？これすごいね。すごい手順。トン一丁一旦ね。はい。なんか一丁一旦行きたいところですが。お、堀さんいいじゃんって。お、嬉しい。仕掛けるか？仕掛けずに。仕掛けずに。うん、メンチン？メンチンか。まあだからポンテンがかかるハイとかは取るんでしょうけど。はい。まあ、ポンしてテンパイじゃない時は、でも2枚目の9ピンスルーしてるからね、すごいね、やっぱ重めだよね、すごい前半ですね、大車輪狙いですね、おチューンが重なってひっつきのいいシャンテン、はい、ひっつくとこが1と9でちょっと厳しいんですけど、そうですね、はい、堀内さんテンパイ入りました、はい、ペイをポンしてリュウチさんがペンチーソンテンパイですね、はい、あちょっと見えないですね、そうですね、ちょっとあれですね、山岡さん見えないですね、今引いてリャンソーとヤンソギリ、おおこれなんだ、これはカンパーピンですね、そのままリーチ、うん、カンパーピンのソグリーチ、1枚切れですけどもね、自分でチーピン使っててね、はい、まあ、使いづらいだろうと、はい、パーピンここに1枚なので残り山に1枚ですね、うん、プラス白ポッチいるかな、白ポッチは泣かれてますかね、あポンの袋に入ってますね、うん、これで形をカンチーソーに変えて変化を見ていく、はい、変化して、おー堀さん仕掛けるんだね、はい、でそうそういきましたね、はい、山岡さんね、はい、いいシャンテンですね、おトン投げた、おすごい、これすごいね、いやすると豊穣なんですよね、あ本当や、カンチーソー仕留めましたね、仕留めました、はい、いやこれいい上がりですね、はい、ドラドラ4000点の上がりです、うん、1曲進めてトップ目でオラスまで来ました、はい、やっぱり展望持ってる堀江さん安定感すごいね、うん、安定感すごい、感じそう言い待ちやったもん、スピードと守備力の人だからね、あ、堂前さんいいハイパイじゃないですか、はい、親番で後ハイパイか堂前、堂前さんここで上がりまくればいい話なんで、そうですよ、本物の親番って本当に強いんで、はい、ドラはパーピンです、ハイパイ3シャンプン、あドラパーピン、はい、ドラパーピン暗号、はい、あでも堀江さんいらんのか、打点、いやでも、まあ、あの決勝にいらんことはないですね、決勝に持っていきますからそうですね、決勝は予選で稼いだポイントを半分持ち越しで戦うということで、これだけね大きなトップ目だったら叩きたいとこですかね、はい、このペイは最後の親番ですよ、でも今ね雀刀なくなった、はい、あーもち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 なりました、統一がすごい、ピン切りで堂前さんペイ泣かなくてもなんとかなる手になってるから、そうですね、今のところ、はい、ペイが唯一の頭なんでね、まあ、泣かなくても仕上がりそうですよね、これ。あ、そうですね。ランカンとレンメンのイシャンテンです。堀内さんの方があのなんかペイ泣かないとちょっときつい手になってますよね。はい、チートイツでテンパればっていうところですかね。そうですね。はい。山岡さんが本一見えてきましたね。はい、白眼光の手配。あ、スワンコのイシャンテンですが。あら、シャーペイ言いそう。まあでもポンしていきますかね。泣くでしょ。ポンでしょ。ポンでしょ。うん、じゃあポンしてイーソートペイのトイ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 ですね、ですね、急に100万狙ってスルーとかしないあんま見やんもんね、うん、あテンポよ、これトッパーそのシャンポン待ち、これ高いぞ、リーチ行くか、リーチですね、はい、はい、積もれば3個の手配です、はい、あパソ
発だ。それは、ね、これはね、それ最後の親番ですから、はい、嘘切るわけにいかないから、はい、裏なし一発吐く面本ドラ羽マン1枚の出上がりで対局の終了です、うん、はい、トップに堀内、2着に山岡、3着に堂前の並びです。なるほど、なるほど。どうでしたか、第2戦目を戦うにあたって。山岡さん、堂前さん、うん、対戦よろしくお願いします。気持ち悪い気持ち悪い。堀内さんはさすがでしたね。そうですね、はい、もう展望を持ってからの安定感はもう堀内さんという感じですね。そうですね、はい、すごい見どころありましたね。いや、堀内さんの圧勝でしたけど、1回戦目からバチバチやり合って、内容がすごい良かったですね、うん、そうですね、はい、あの手なりではなくて、はい、ちょっとかなりの、本当にちょっといい麻雀が見れたんで、いい麻雀でしたね。大会を汚さないように僕も一打一打頑張ります , 笑ってるよ頑張ってください。はい、はい、それでは皆様に第1回戦目の視聴ありがとうございました。2回戦目からはザンリーグのチャンネルで放送されるということで、はい、チャンネルもチャンネル登録してね、よろしくお願いしますお願いしますはい、それでは皆様ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いいたします。